お疲れ様です。京介です。よろしくお願いします。はい、ということなんですけども、ただいま非常に最悪の事態が起きております。はい、でですね、どういうことが起きているかというとですね、もうこれは非常にもう生活していく流れかなり絶望というか、もう最悪の事態に陥っていますね。多分この起きている現状、僕だけじゃなく皆さんの身にも降りかかったら非常に困るというか、絶望するというか、多分生活に困るレベルんじゃないかなと僕は思っています。それがですね、エアコンがぶっ壊れました。最悪です。暑いです。寝れないです。マジでやばいです。東京に住んでた時を思い出しますね。あの東京に住んでた時、あのまだ修行時代だった時のお話なんですけど、東中野で2万6000円のアパートに住んでたんですけど、あの、まあ、別名箱って呼ばれてたんですけど、その箱、風呂なし、シャワーなし、トイレ共同、ガスない、水道だけで4畳半なんすよ。もうマジ地獄でした。で、まあ箱もうただ住むだけ箱って感じなんですけど、今まさにそんな状況です。マジでエアコン直んなくてもう絶望してます。マジで暑いです。外にいた方が涼しいです。ほら、この顔見ればどんだけ暑いのがわかるでしょう。やっぱね、エアコン考えた人はマジで天才だと思います。なんかエアコン、なんでこれ壊れてるのか、なんかずっとピコピコは鳴ってるんですよ。ただリモコンが通じなくてどうしちゃったのかなと思ってます。なんかね、あのエアコン直せる人いたら教えてください。お願いします。では失礼します。